ちょっと余計出てまいりたいなと思います。ドブプラエンターテイメントペラチンパンジーと、そしてマハセオチヌンプリン将軍 M2 だ。ということで今回ね、またプリン将軍さんと一緒にね、おいやらせていただくんですけど、おいだよ、お何やらせていただくかと言いますと、今回はモンスターハンターメダルハンティングでございます。マセイマセイ、今回やらせていただくのがバカイルというものでございまして、バカイルにだね。あ、前回将軍さんと一緒にやったレッツリゴーでめちゃくちゃメダル儲けたはいいんですけど、毎回来れないんで、大体で今のところはこれぐらいの感じですね。約1100枚ぐらい。あ、これがどうなっていくのか、バカイレブ飛ばしていきたいなと思います。次と行きますよ。メリーはい、ボールもね落ちたんで、ちょっと一旦休憩です。まあモンスターハンターだって言ってるのに、ここの画面全然映してなかったんでこっちの画面も楽しんでもらいましょうよ。あとサテライトチャレンジが1個いきましたんで、クエスト抽選。クエスト抽選。さあ、どういうものでございましょうかね、これは。ジャックポットクエストに行けて、で、1級でジャックポットクエストが決定されるクエスト抽選。まあ、やってみましょう。赤に入ったらジャックポットですね。赤色に入りましたらジャックポットチャンスいけます。で、黄色に入りましたらスーパージャックポットのステップが1個溜まるっていう感じみたいですね。いや、果たしてどこに入れることができるのがいい。ハテナ、ハテナ入りましたね、翔平さんも。何ですかね、これは。ギルドスロット。ギルドスロット、このボタンを押して止めたところに止まった配当が当たりますよって感じですね。あ、翔平様、特にスイッチを、特にスイッチをオン。おい、ジャックポッチャー、さすが将軍様。さあ、ジャックポッドクエスト獲得ということで、一級勝負、それとも戦うのを見るか。一級、まあ、一級でいくんだ。男は一級でいきますか。いいだよ、これ OK です。そう、決して時間がないとかじゃないよそうっすよ、男はね、やっぱ一級勝負に勝つか負けるかよ。見せてもらおうか。あれ、リオレイヤーじゃないですか、これ、うん、メスの方が来ましたね。ああ、オスが来ましたよ。ああ、勝負です。さあ、どうなる。おお、開いた、なんか。お、なに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 、おお、何か開きました、何か出てきましたよ、ジョーク様。なんか出てきたよ。あ、待ってるよ、なんか。なるほど、この上ですね。ここに入った配当がもらえるわけです。なるほど。あそこの真ん中の穴に入ったら、キャンタマス、キャンタマス、キャンタマス来ましたよ、これ。キャンタマス無理だ。ジャックポット1個。さあ、果たしてどこに入れることができるのかい。あ、来た。何でしょうか、様。まだまだ、まだまだ色染みますね。お、ジャコ、まだまだまだ、まだまだ泳ぐ、まだ泳ぐ。めちゃくちゃじらされてる。お、ぐるっと、ぐるっと回ってきましたよ。これは、これどうなんだ。そろそろ来ないときついか。きついか、きついか。うわー、
150枚。じゃあそんなわけでバカリードを越しましょうか。まあ赤かな、赤入るといい感じですねって感じですな。またジャックポットチャンスいけますんで、赤入れば。さあ果たしてどこに入れることがいい、できるのがいい。おっと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 、おっと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 、どうですか、緑色のなんか場所も出ましたね。先行だ。ジャックポットクエストの時に使うといいアイテム。なるほど。やつ。さあバカ入れしました。はい。バカ入れ初任だ。じゃあこれでとりあえず終了でございますんで、はい、様子見てみましょうかね。はい。職様、我々バカ入れバカ入れしましたよね。まあ、1カゴ分なくなったんで、おおよそ1000枚ぐらいはありますね。お得っすよね、こんだけやってこれだけ返ってくるんだから。しかも適当に入れてるだけ。我々はなので、ぜひとも皆さんね、モンスターハンターメダルハンティングは結構メダルの返りがいいみたいなんで、まあ、ジャックポットドラフトでも長くできるんで、ぜひとも皆さんね、やってみてはいかがでしょうか。それでは今回はこれにて以上。お疲れ。お疲れ。